エドモンド・カートライトは、イギリスの牧師、実業家、発明家。特に自動食器の開発で名高く、イギリスの産業革命に貢献した。イギリスのノッティンガムシャーの旧家の家柄に生まれる。ウェイクフィールドのクイーン、エリザベス・グラマースクールで学び、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジを卒業。以後40代頃まで、イングランド国教会の牧師を制御とする。 1779年、レスターシャーのゴードビー・マーウッドの教区牧師となり、1783年には、林間大聖堂の受録聖職者となった。カートライトのロープ製造機1785年に、リチャード・アークライトの水力防石機の特許が失効し、マンチェスターに面子が多く出回った。それ以前から食器が不足したためカートライトは1784年に、 力食器を設計し始め、1785年に力食器の基本特許を取得し、それに伴ってドンカスターに織物工場を設立した。年を重ねるごとに力食器の新しい特許を取得し、力食器以外にも1789年に粗毛器、1792年にロープ製造機、1797年にアルコール機関を発明した。 1790年、マンチェスターのゴートン出身のロバート・グリム賞は、マンチェスター中心部に、織物工場を建設し500台の力食器を導入する予定だったが、30台を設置した時点で、火災で消失した。手織り機の織手が食を失うことを恐れて、放火したのではないかと見られている。この工場は再建されなかった。当時の発明家は、発明だけでは、 収入はなかったが、1809年、英国議会書民院が、カートライトの功績を称え1万ポンドを送った。その後は、ケントに移住。1821年、王立協会のフェローに選ばれた。1823年、サセックスのヘスティングスで死去し、サセックスのバトルに埋葬された。ドビーオリ機構のある1890年代の食器。 テキスタイルマーキュリーに掲載されたイラスト。カートライトは折りの機械化を成し遂げた。防石器と工場性はすでに存在していた。1784年に世界初の力食器を設計し、1785年に特許を取得したが、実用性は乏しかった。1789年、実用に耐える食器の特許を取得し、 後の発明からが改良を行う基盤となった。機械的に駆動できる食器は一人の人間がついて操作する必要はあったが、手動の食器よりはるかに生産力が高く商業的成功を収めた。なお、力食器の開発にあたっては、ザックでシコフという年老いた職人が手助けした。カートライトが食器に付加したのは送り出し機構。 縦糸と横糸の停止機構、食器動作中に縦糸に糊を塗る機構である。カートライトは、ドンカスターで、力食器を使った織物工場を、創業開始したが、数多くの問題が見つかり、その対策に追われた。例えば、コアリータを別々に動かすために、クランクと変身ホイールを導入した。また、シャトルが、シャトルボックスに入らなかった時に食器を、 自動停止するようにし、シャトルボックス内でシャトルが跳ねるのを防ぐようにした。さらに折れた布をピンと貼るための自動紳士を追加した。1793年、この工場は再建者の手に渡っている。1792年、力食器に関する最後の特許を取得している。それは、複数のシャトルボックスを備えた食器で、 チェック模様や格子島を折ることができる食器だった。しかし彼の努力はあまり効果がなかった。彼は食器に縦糸を設置した状態で乗り付けする。方式や食器に縦糸を設置する前に乗り付けする。方式を試したが、どれもうまくいかなかった。これを解決したのは、ウィリアム・ラドクリフと助手のトーマス・ジョンソンで、1803年のことである。 彼らは成形を行うビームターテイト巻き取り機と巻き取ったタテイトを乗り付けする機械を発明した。ありがとうございます。